しゃい。早速見ていきたいと思います。おー、醤油味のつまみに強いて合わせるならして選んできますね。杉錦、山杯純米、誉れ富士 70% ですね。こちら紹介したいと思います。うちでいう、まあ、クラシックな、まあ、古典的な作りで、まあ、酸も強いし熟成感も強いお酒を作るのが得意なんですが、やっぱり、ね、静岡の酒蔵の、まあ、どこ飲んでもどういう作りしてもやっぱ優しく仕上がるのはもう完全にもう水の影響ですね。静岡の酒で暑苦しいほどのこう飲み口の酒って、まあ、僕は体験したことないなと。しっとりとしたというかさらっとしたというか優しい味にね仕上がっていくんで、杉錦のようなそういうこういうごつい熟成酒を作りながらもやっぱりどっかこう品のある優しいお酒が、まあ、できるのがね、こちらプラス、まあ、その作り手の、ね、技術という、まあ、偉大な自然と人との関わり合いでやっぱお酒って生まれるなというところなんですが、まあ、今日のね酒クエスチョンで醤油味のつまみに、まあ、強いて合わせるなということで、やっぱり醤油ってやっぱかなり強いですね。でもっと言うと醤油に砂糖が加わるともうその白飯の味になっちゃうというか、まあ、逆に例えばグラタンみたいなのにちょっと醤油垂らせば日本酒も合うようになるし、まあ、白ご飯も合うようになるんですけど、基本的にこうすごいこってりしたその魚の煮付け、例えばこっちだったらカサゴの煮付けとかなんかはご飯のあてという、ね、感じになるんですが、やっぱりこういうある程度うまみもあって酸もあって熟成感もありつつ、こうベースの優しいお酒をねおかんつけてやると、そのカサゴの煮つけも白ご飯と食べたようなふくよかなねペアリングが生まれると思いますんで、まあ、一番簡単に考えるともう醤油味のものには優しいタイプの熟成酒をおかんですね。そうすると白ご飯に寄ってくる、また白ご飯にはないその発酵対発酵のその掛け合わせが生まれて、酒ってうめえなと、酒とやっぱ料理を合わせると幸せだなというところにねいけると思いますんで、ちなみに僕はもうほとんど料理で醤油は使わないですね。魚醤と塩で、もう醤油はもう香りっていう感じですね、まあ、もちろん刺身食べるときはね使いますけど、なんか煮物とかではもう本当にこう香りっていう感じで使って、まあ、お酒に合わせるようにしてます。ぜひお試しください。ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。